いつもありがとうございます。今日は、書評のレビューをしたいと思います。あなたの会社が9日で儲かるという神田正輝さんの本です。もう今からそうですね、20年ぐらい前ですかね、まあ、このピンクの、ピンクのあのビジネス本で出た9日で、あなたの会社が9日で儲かるという本なんですけども、当時としては画期的なアイデアだったと思います。まあ、実践することで、まあ、倒産寸前だった会社を、まあ、V 字回復させたという本の内容でした。まあ、この当時としては、まあ、DRM といってダイレクトレスポンスマーケティングですね。まあ、広告を使って、直接顧客を作り出す、まあ、マーケティングという手法なんですけども、相手に、こちらから何かしら提案をして、それに応えてもらうという、手法です。今でもこういったマーケティングの手法は、いろんな、分野で使われています。特にこの当時はネット環境もなくて、インターネットなくて、チラシというのがメインでした。チラシを見ても、まあ、なかなか答えを出してくれない、まあ、返ってこないということが多いんですけども、まあ、一般的に今でもチラシは扱われてますけども、どうしても、まあ、よくあるその一番よくあるチラシというのは、まあ、スーパーのチラシですよね。商品と価格、どうしても価格中心、安いものを訴求するというものがチラシの広告というなんか一般的だと思います。今ではいろんなこうチラシの中に記事風に、まあ、文章を書いたりとかして、最後に、まあ、プレゼントだとか、いろんなことを、まあ、いろんなそのチラシを受け取った人に対して、メリットがあるようなことを案内して、それに対して反応してもらうと。その中にその文章というものはその感情を動かして、どうしてもその欲しくなるだとか、緊急性を持たせるだとか、いろんなことをこうアイデアとして出したものですね。どうしてもその無味乾燥なものを文章として書いたりとか、写真として載せて、イメージ的な広告というふうにとらわれがちなんですけども、こう相手にその興味を持ってもらう、どうしてもその先を見たいとか知りたいとか、どうしてもそのいろんなその提案に対して、例えばプレゼントをあげますよということに対して、こうプレゼントをもらいたい、いつまでにっていう、そういう限定的な限られたその期限を設けたりとか、そういったことを中心に話が進んでいって、それに対してこう相手のそのチラシとか広告を見た人が行動を取るような文章を作ると、文章でその引きつけるということですね。どうしてもこの相手にお客さんに対して、まあ見る相手に対していろんな仕掛けとか仕組みとか、そういうことになんていうか、その気づかれずにいかにこうすぐ行動してもらうかということが中心な書かれてたと思います。まあ、当時としてはいろんな仕掛けもありました。この本自体にもこう新書っていうか、こういった単行本を買ったらこういったものをもらえますよとか、例えばそのチラシの書き方とか、まあ、成功事例だとか、いろんな特典がありました。でそれをもらうためにこの本を買うとか、この本自体にもその、そういった仕組みが組み込まれていたと思います。
で、そういった今こういったそのいろんなアイデアを今でも活かせるんですけども、今ではそのインターネットという、まあ、インターネットで通販も今盛んにもう行われてますけども、まあ、その原点の本だと思います。でその本からアイデアを得て今のことに応用するにはいろんなことをまたそのアイデアから膨らませて、さらに現在に進化したものにこうまた取り入れていくことが必要です。それに対してそれで今一番その最適なものは今私が、ここで紹介しているジュニアコピーライティングライターという養成講座ですね。これをやることでさらに今の進化したものが得られます。まあよかったら確認してもらえると嬉しいです。また次お会いしましょう。